皆さんこんにちは、そしてこんばんは。大戸浩司のカラオケレッスンへようこそ。この時期は花粉症の影響で喉がすぐにガラガラ、あるいはハスキーといえばかっこいいんですけども、かすれてしまいますね。申し訳ございません。そして今日のレッスン曲はまだ1週間も先の発売予定となっています。焦ることはないんです。福田光平さんの新曲は天空の城。もちろん高すぎて私にはノーマルはとんでもない、できたらマイナス3にしたいところなんですけども、それじゃあまたお困りの方もいらっしゃるだろう。そして曲奏が変わってしまってはまずいですから、無理してマイナス2です。では楽譜の1段2段を歌います。なんだか昔のね、私はこの歌に重ね合わせてしまいます。松風騒ぐ丘の上、これは私だけの身勝手な思いなんですけど、はい。天にもらった天というのが前に出っ張っていますね、はい。ジャッキというんですけども、イントロや間奏の最後3拍を数え、4拍目に天にもらった、ラの音に早くも拳が出てきましたけども、まあこの後もすごいですよ。もらった天にもらったこの命、こう歌ってるんですよね、福田さんがね。このの持ち上げてる、でも素早くね。この命、ここにある拳、命ののについてる拳は、私がよく言うんですが逆三角形の拳。ギターで弾きますとメロディーは命なんですけども、ね、命、逆三角形ですよね。じゃあ3つ数えます。もらったこの命、では1段目歌いましょう。1段目の最後、命、あらいざらしの3箇所の拳、
あらいのい、そしてざらしのの、これが、まあ私から言わせますと、同じ種類の拳。いいを歌うと同時に、素早くね。ざらしの、の、このざらしのら、これはまあ普通ですよね。ざらし、ざらし。まあ、ゆっくりとは申せませんけれども、まあ、普通の拳。ね。命、あらい、ざらしの、ままでいい。四拍目に、まあまあ、まあまあ、これは普通の拳と言っておきましょう。まあまあでいい。そうね、先ほどもありましたけども、とにかく素早くでいいでいいいい。ざらしの兄さん、まあまあでいい。じゃあ一段目の終わりから、命あらいざらしのままでいい。それでは前半仕上げましょう。今度は皆さんでどうぞ。最後このでいい、最後のいの音よりもちょっと下がる臨時記号。時代をくれと止めて、言われても時代をくれと言われても、この手は普通の分かりやすい拳。物音も短く、れても生き様一つ。とにかくどん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 歌わされる感じね。じゃあ二段目に戻りましょう。でいいにさん、時代をくれと言われても生き様一つ腰に刺し
刻まひとつ、うん、腰にちょうど1オクターブ、腰に刺し、しの音はちょっと遅れ加減でね、さの音に気持ちよく拳を入れてください。腰に刺し、では戻りましょうか。二段目の終わり、まあまあでいい、時代遅れと言われても生き様一つ腰に刺し、仰ぐ心の、ああ天空の城、いきなりですよね。一番高い音です。あおぐ心の、おの音、おお、何か所かありましたけどもね、素早く拳を、あおぐ心の、心、心、シンコペーションというリズムです。で、ローと同じ音でノーを歌って、ノー、ノー、ノー。うん。もう短く止めるべきでしょうね。ノー、あ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 ー。拳があんなところに。ああ、では、ああ、仰ぐ、三、はい。仰ぐ心の、ああ、天空の城、一泊休み、うん、天空の城、これね、ちょっと楽譜のことでね、お詫びがあるんですけども、まだ発売されていないメーカーの楽譜も読めないんですよ。で、戻りますが、楽譜の2段目の最後に時代遅れの時代の字ね、ミの音にシャープをつけてあります。そうするとこの最後の天空の空という音も高さをドレミのミにしてシャープをつけるべきかもわかりません。天空、空につける。次は一緒。のの音は、れの音にシャープをつけるべきかなと。いやー、これね、ずいぶん迷いました。間違っていたらごめんなさい。ただ、実際に歌う音、音程としては同じことです。こうですから。迷ったところです。それにしても高いです。天空の城、では戻って、あおぐ三、はい。あおぐ心の、ああ、天空の城。
時代遅れから行きたいので2段目の終わり、ちょっとテンポアップで、まあまあでいい、時代遅れと言われても生き様一つ腰に刺し、仰ぐ心の、ああ天空の城。本当に届かないんです。じゃあ今度皆さんでね、まあまあでいい、それでは最後皆さんのねためになるべく役立ちますようメロディーも入れたいと思います。ワンコーラスだけね、テンポがよくわからないで歌っておりました。さあ参りましょう。
男性のキーはこのマイナス2、それから先にマイナス3の方もいらっしゃるでしょう。もちろんマイナス1、頑張ってノーマルもありですよね。女性の皆さんはプラス3、これでお試しください。もう喉がガラガラ枯れてしまってます。こんな声に最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。